はい、3号機改良型ね。モニターアームが余ってたからね、モニターアームにつけたね。ちょっと重心が手前に来て、なんかちょっと不安定だけど、これはまたおいおい考えましょう。まあまあ、このぐらいの高さだね。まあ、肩よりちょっと低いぐらいの高さ。で、若干角度が変えられるけどね。うん。これはどういうふうに使うかね。うん。またこれはこれ。これはあんまり、平行だとペーパーが取りにくいね。ここが手が当たってね。だからこう。ペーパーも縦にして、あの、オレンジのロットなんかほとんど使わねえから、8ミリなんかね。あそこに、まあ、縦にズボって入れてもいいかもしんないね。とにかくね、ゴムとペーパーの置く位置がどうしていいかね。で、ゴムもね、あの、小さいケースだと取りにくいんだよね。大きいケースにバラバラって入ってた方が取りやすいし、浅いとこぼれるし、その辺だね。で、一人巻き専用なんだよね。二人で巻くと、やっぱりね、方向性がちょっと強いからね、ちょっと取りにくいんだよね。それにね、この高さもこれでいいのかね、角度もこれでいいのかね、使ってみてないと何とも言えないんだよね。まあ、使えるかどうかね、これがね、うちの動画見てればね、半年後にね、これが、この形に近いものが残ってるかね、今まで通りワゴンの上にね、ペラッと置いてね、使ってるかでね、まあ答えが出るね。まあここまで来るとね、今度は毛染めのカップ、毛染めのカップもさ、もう少し高くしたいよね。男性美容師にはちょっと低すぎる気がするよね。あとやっぱりこれワゴンの上動かせるっていうのは楽だね。ね、あのどのぐらい楽になったかってね、ちょっとやってるとね、前のほら2号機あったでしょ、ただね、台の上に乗せただけ斜めにしてね、あれもね、どのぐらい楽になったかって言われてもね、感じないんだよね。普通になったっていうぐらい、やっぱりあの今まで通り低いワゴン80センチ台の上に乗せて作業してみるとね、手伸ばす距離がちょっと長いっつうので、ちょっとでも置く位置が悪いとうってくるよね。特に右サイドを巻くとき、ワゴンをね、まあ、お客様の後ろに持ってったときね、もうあの80センチのワゴンだと男性だとね、もう体グーってひねんないとさ、取れないじゃない。これね、あのおばさんパーマ巻くとね、どうしてもね、60本以上巻いたりね、まあ50本以上は絶対巻くよね。ちょっとやっぱり50回取んなきゃいけないじゃない。で、若い人のさ、まあ、太めで巻くような頭、ね、20本から25本ぐらい巻きゃ OK みたいな時なんかは、別にロッドがどこに置いてあってもね、それほど苦じゃないよね。まあこういうものはね、ゴミになってもいいから作ってみるってことだよね。だから最初からあんまり気合い入れて作りたくないんだよね。どうせゴミになって捨てるかもしんねえから。今後もね、まあこれに関しては研究開発していくようだね。はい、お疲れ様でした。